風間が高いボール、岡崎を狙って、そして鈴木、鈴木がまあうまく収めます。裏を狙った河合が中に侵入してくる、シュート、おー、ナイスゴール。素晴らしかったですね。あの鈴木選手のパスですよ。鈴木浩二が河合に出して、そして河合のシュートを弾いたところを西岡が詰めていました。ここ藤田選手の逆しっかり取りましたからね。うまく裏抜け出して、この強烈なシュート、そして西岡、いや素晴らしいですね。このゴール、もうちょっと前から見せてくれるとね、あの いい場面なんですけどね。あの本当にあの鈴木選手のパスで勝負ありでしたね、はい。いや、西岡もよく詰めていました、はい。まあ、このシュートも、ね、積極的に振ってるのでね。河合選手 その突破、そしてこの右足の思いっきりの良さもこのゴールにつながりましたね、はい、つながってますね。でそこを見逃さなかった、もうそこですよね。